めっちゃうまそうだね。どうも、たつみです。今日はね、吉祥寺にやってきました。吉祥寺はね、もうまたね、美味しい居酒屋たくさんあるんですよ。でただね、もう人もたくさんいて、まあ、ごちゃごちゃしてますけども、まあその中をかき分けて気になったお店ちょっと探してみたいと思います。というわけで今日もたつみの酒場放浪記、行きましょう。やっぱ一番魅力的なのここだね。うん、唐揚げとハイボールの組み合わせ、唐ハイゴールド。よし、行こう。めっちゃうまそうだね。これ絶対ハイボールとは思うね。これパクチー嫌いな人からしたらこれ地獄だろうね。あ、ごめん、取るやつあったね、ごめん。やっぱでもパクチーだわ。すいません、マッサンハイボール。わ、めっちゃあっさり。かなり香辛料効いてんね、これ。カリッてしてる。見せたくなんない、わかんない。いや、うまそう。これが何も黒胡椒揚げ。前に好きだった黒胡椒を聞いてるのがいいか。これが特製桃から塩ニンニク。ニンニクの香り結構するね。集中的にかける。あー、うわー、いけ、すげーかかってきた。
違うから。ゆっくり飲んでる。さんのことが言われてて。ゆっくり読むから。手紙をさ、授業中に先生がこの番組のうちに入れる。学校に入れるんだもんね。はい、というわけで飲んでいきました。唐揚げとハイボール、唐ハイ、ひたすら唐揚げとハイボールを飲んで食べるっていうだけなんですけども、こんな幸せな気分になるとは思いませんでした。また行きたいと思います。というわけで、今から、ファミリーマートによって、ファミチキとハイボール買って帰りたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録